ベオグラードアリーナはセルビアのベオグラードにあるセルビア最大の屋内競技場。全体面積は4万8000平方メートル。収容人数は2万席。ハンドボールやバスケットボール、バレーボール、コンサートなどにも対応できる。2004年に7000万ユーロの建設費をかけて完成し、2008年のユーロビジョンソングコンテストの会場になった。 1994年開催のバスケットボール世界選手権開催誘致のために建設する予定だったが、ユーゴスラビアは1993年に記録的なインフレに見舞われ開催権を失い、世界選手権はカナダで開催されることになった。さらに1999年の世界卓球選手権も開催地を計画されたが、ナトー軍の攻撃で開催権を失い、 オランダのアイントホーフェ編で開催されることになった。2004年、ユーゴスラビア軍の接収が解除され、ベオグラードアリーナは無事完成。2005年ユーロバスケット、決勝、バレーボールワールドリーグの決勝が行われた。2007年には、ヨーロッパオリンピック委員会が主催する、ヨーロッパユースオリンピックフェスティバルの開会式、閉会式会場となった。2012年には、 ehfu ロ決勝が男女同時開催された。ありがとうございます。